中で、まあ、そういうやっぱり価値あるものを国際米で作っていただく方が増えればね、いい米の品質的なものは良くなるんじゃないかと思います、この一番星の作付け面積も増えることはもちろんなんですけども、ふるさと納税等を活用して、全国にこのイタコのお米をアピールできればと思います。